皆様こんにちは。 N 進数を数学するということで、今回は 13×13 の答えは7つあるというのは本当でしょうか。一緒に勉強していきましょう。では問題です。何進数の計算かわからない 13×13 の答えをすべて求めよ。これはまず桁の数字に3がありますから、2進数と3進数の計算ではないということがわかります。N 進数、この N を4以上の自然数と置いて計算すると、 13×13 というのは 1×N の1乗足す 3×N の0乗かける 1×N の1乗足す 3×N の0乗となります。これを計算するとこのような式になります。この係数に9がありますから、10進数以上の計算は答えが同じになって、すべて1、6、9となります。あとは4進数、5進数、6進数、7進数、8進数、9進数の時の計算をすればよいということになります。4進数の計算の時を見ていきましょう。13×13 は4進数ですから、 1×4 の1乗足す 3×4 の0乗かける 1×4 の1乗足す 3×4 の0乗となりますので、これは 7×7 ですから、10進数で表すと49ということがわかります。これを4進数に戻してあげると、 3×4 の2乗足す 0×4 の1乗足す 1×4 の0乗となりますから、4進数の計算をすると301という答えになります。次に5進数の計算の時を見ていきましょう。5進数の 13×13 は 1×5 の1乗足す 3×5 の0乗かける 1×5 の1乗足す 3×5 の0乗となりますので、これは 8×8 ですから、10進数で表すと64になります。この64を5進数で表すと、 2×5 の2乗足す 2×5 の1乗足す 4×5 の0乗となります。ですから5進数の計算をすると答えは224、ここですね、この224ですので224となります。次に6進数の計算の時を見ていきましょう。6進数の 13×13 は 1×6 の1乗足す 3×6 の0乗かける 1×6 の1乗足す 3×6 の0乗となりますので、これは 9×9 ですから、10進数で表すと81になります。この81を6進数に直すと、 2×6 の2乗足す 1×6 の1乗足す 3×6 の0乗となりますから、この6進数の計算の答えは213、この213ですねという答えになります。次に
7進数の計算の時を見ていきましょう。7進数の 13×13 は 1×7 の1乗足す 3×7 の0乗かける1×7の1乗足す 3×7 の0乗となりますから、これは 10×10 ですので10進数で表すと100となります。これを7進数で表すと 2×7 の2乗足す 0×7 の1乗足す 2×7 の0乗となります。よって7進数の計算の答えは202、ここが202ですので答えは202となります。次に8進数の計算の時を見ていきましょう。8進数の 13×13 は1×8 の1乗足す 3×8 の0乗かける1×8 の1乗足す 3×8 の0乗となります。これは 11×11 ですので10進数で表すと121となります。これを8進数で表すと 1×8 の2乗足す 7×8 の1乗足す 1×8 の0乗となりますから、8進数の計算の答えは171となります。次に9進数の計算の時を見ていきましょう。9進数の 13×13 は 1×9 の1乗足す 3×9 の0乗かける 1×9 の1乗足す 3×9 の0乗で表すことができます。これは 12×12 ですから144、10進数で表すと144となります。これを9進数で表したいですので 1×9 の2乗足す 7×9 の1乗足す 0×9 の0乗となりますから、9進数の計算の答えは170となります。ゆえに4進数は301、5進数は224、6進数は213、7進数は202、8進数は171、9進数は170、10進数以上は169という7つの答えがあるということがわかります。いかがでしたか？今回は N 進数についての面白い問題を考えてみました。1つの式から7つも答えが出るなんて驚きですよね。ではこれからも皆様のお役に立てるような面白い数学の動画や SPI の動画を配信していきたいと思っていますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。